おはようございます。おはようございます。はい、タイさん、モモカさん、おはようございます。おはようございます。リエさん、おはようございます。はい、今日は曇ってますね。今日は曇ってますが、まあやや涼しい。小枝ちゃん、おはようございます。ミヤルさん、おはようございます。ルルさん、ハレルヤ。まゆちゃん、ハレルヤ。ゆうさん、おはようございます。ジャンクさん、おはようございます。はい、皆さんの熱心さ、皆さんの熱心さが信仰です。皆さんの熱心さは天に記録されています。人生というのはどれほどイエス様を愛したか、どれほどイエス様の愛を行ったか、それは天に記録されています。赤福さん、おはようございます。私たちは生きていることにものすごく大きな意味をあると信じています。あ、ここまた始まった。私たちは生きていることにすごく意味があります。私たちの人生は天で記録されていて、私たちの語った言葉、私たちのしたことによって、報いがあります。ゆうびさん、おはようございます。ですから私たちは言葉に気をつけなければいけません。私たちの言葉によって裁かれます。ですから私たちは信仰的な言葉、皆さんは信仰米を打ってくださっていますが、その信仰米によって、報いがあるんです。もし、悪米を打てば、その悪米によって裁かれます。悪米によって私たちは裁かれます。ですから私たちは悔い改めて、悪いことは一切言わないようにしなければなりません。むしろ私たちは信仰的な、ことを言って、ちょっと失礼、節子さん、おはようございます。信仰的なことを言ってですね、私たちは天に宝を積む必要があります。電波が悪い。ああ、本当、ごめんなさい。じゃあ、ちょっとですね、電波悪いですか。すいません。ここはちょっとあまり良くないかもしれませんね。ここはあまり電波のいいところではないかもしれません。少し場所を変えましょうね。これちゃん、悪米しちゃダメなの。悪米はですね、人にしてるようですけど、結局悪い言葉っていうのは神様にしてることになるんです。暴言暴力は人にするものですが、結局それは神様に対する暴言暴力になります。兄弟に向かって、バカと言うならば地獄に落ちると書いてあるんですね。兄弟に対してバカと言ったら地獄に落ちてしまいます。だから私たちはそういう悪い言葉を言ってはいけません。タイさん、よいよいよいで正しい言葉で歩みたい。そうですね、私たちは神の子供です。ですから神の、子としての言葉、言動が必要です。悪い気は悪い実を結ぶけど、良い気は良い実を結びます。私たちは良い気として歩む必要があります。悪い気になってはいけません。悪い気ならば、切り倒されて燃やされてしまいます。はい、そういうわけで私たちは、自分の、人生にすごく意味があって、正しいものはますます正しいことを行い、悪いものはますます悪いことをします。私たちは、良いことをするために作られた、良いことをするために作られました。私たちは、私たちが作られた目的、それはイエスキリストにあって良いことをするためだと書いてあります。悪いことをするために作られたのではありません。
良いことをするために作られたんです。あ、タイさんありがとうございます。マタイの7の17同様に、良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実をならすことはできないし、また悪い木が良い実をならすことはできません。あ、ここにちょっと、花が咲いてますね。まあさつきかつすぎか分かりませんが、ちょっともう終わりかけてますけどね。ちょっと終わりかけてます。キョンさん、おはようございます。キョンさんおはようございます。それでですね、今日のタイトルは神の愛で心が開く、神の愛で、心が開くということですね。ゆうさん、そうですね、神様も、信仰の花を見たいのです。神様のは皆さんの信仰の花を見たいのです。私たちも花を見たら綺麗だと思うじゃないですか。花や綺麗なものを見たら、嬉しいです。と同じように、神様は皆さんの信仰の花を見たいのです。皆さんの信仰の花を見て、喜ばれるんです。私たちも、クリスチャンとして証を聞くと嬉しいですよね。誰かの証を聞くと嬉しいです。私たちは、その信仰の花を見たいのです。今日のタイトルはですね、どういうことかというと、まあ、牧師としていろんな方々と接しています。いろんな方々と接しています。牧師はですね、いろんな神の愛を教えますが、神の愛を教えるだけではなく、牧師はそれを実行する必要があるわけですね。実行します。そうするとですね、例えば、まあ、悪い言葉を言ってる人たちがですね、悪い言葉を言ってる人が忍耐強く、ね、私たちは良いことを、ね、忍耐強く良い言葉で愛を示し、許しながら対応します。そこに忍耐が必要です。愛は忍耐ですね。愛は忍耐です。そして、それを忍耐しながら、善意で接し、愛で接していると、なんと、その人が神の愛で変わっていくんですね。そこにですね、奇跡が起きます。そこに驚くべき神の御業が起きるんです。それは皆さん、これから皆さんが体験できますよ。皆さんが忍耐強く、神の愛で、その悪い人に、悪い人に対して神の愛で、対応していくときに、その人の心が開いていきます。すぐではないかもしれません。もう本当に場合によっては何ヶ月何年、まあ、牧師をやってますとですね、何年という単位で愛を示していくことが多いのです。そうするとですね、急にですね、その人が心を開いて悔い改めたり、心を開いて、イエス様を信じたり、聖霊を受け激変することを見るのです。その時、私は神様に栄光を返します。神の力を見ます。神の愛の、素晴らしさを見ます。私たちは、そういうことを見ることができます。皆さん、信仰の花というのはそういうことではないでしょうか。
信仰の花というのは、信仰の花というのは、セシさんごめんなさいね、ちょっとタイトルとちょっと違うので、また関係のあるのタイトルの時にまた答えますからね。まあ一言言うならばですね、イエス様の教えこそ教育だということですね。イエス様の教えこそ教育だということです。タイさん、テサロニケ第2、3の5、どうか主があなた方の心を導いて神の愛とキリストの忍耐とを持たせてくださいますように。まさにここですね、ここにですね、神の愛とキリストの忍耐、愛は忍耐です、愛は忍耐です。しかしそれは単なる忍耐ではありません。素晴らしい、素晴らしい栄光を見る忍耐、神の栄光を見る忍耐です。ぜひ皆さん、その皆さんが今神の愛を学んでいます。神の愛を学んでますから、その愛を実際に実行することが大事です。すいません、昨日テントウムシを踏み潰してしまいました。許されますか。間違って踏んだら全然問題ないですよ。私たちは知らず知らず虫を踏んでしまうことがあるでしょう。それは問題ないと思いますよ。イエス様がわしを許したように、わしに罪を犯した人々に許したいよ。その通りです。私たちの大きな罪を許してもらったんですから、私たちは大きな罪を許してもらったんですから、私たちは、人の罪を許しましょう。人の罪を許すんです。わしというのは私ということですね。私、資本主義はね、プロテスタンティズムですよね。資本主義はプロテスタンティズムです。モークさん、私も体験したことがあります。忍耐強くイエス様の愛で対応すると、相手も優しい人になるとき、大変嬉しかったです。イエス様の愛に勝るものはないと思いました。アメン。モーカさん、それを体験したということは、神の愛の力を知ったということですよね。それは素晴らしいです。まさに私たちは神の愛で生きるというのはそういうことではないでしょうか。神の愛で生きる、悪口言われるでしょう、誹謗中傷されるでしょう、迫害をされるでしょう。しかしそこに忍耐があるのです。そこに忍耐して、愛し続ける、善意で生き続けるときに神様が、素晴らしいサプライズをくださるんです。私は、過去にいろんなそういうサプライズを受けて、本当に人たちが変わっていくのを見てきました。本当に激変する時があります。今まで本当に、悪態をついていた人が急にですね、急にこう、何でしょうかね、良い人に なる、そういう奇跡をですね、何回か見てきました。本当に、私たちは、ちょっと待ってください。電話。これはいたずら。これはいたずらですね。そういうですね、神の愛でその人が変えられて、ね、変えられて、激変します。ですからぜひ皆さん、私たちはそのことをしっかり理解して、ちょっとね、ちょっと優しくしてもなかなか、変わらない場合、がっかりしてもういいや、もうね、優しくしても優しくされないんだったらもう意地悪になろうというふうに思ってしまうことがあるかもしれません。それはやめましょう、ね、私たちは相手が悪い態度を取ったとしても、
松田さんおはようございます。相手が本当に友人な態度を取ってるとしても、私たちは、その良い態度を取っていこうではないでしょうか。そこに神様の御心があります。そこにですね、神様の何と言ったらいいでしょうかね、神様が私たちに、その神の栄光のためにしてほしいことです。神様が私たちにしてほしいことは、忍耐強く神の愛を表すことです。イエス様の命令はみんなそういう愛の命令なんです。許すことももちろんそうです。これですね、ちょっといたずら電話なんですね。ちょっと待ってくださいね。マナーにすればマナーにします。いつもマナーにしてるんですけど、今日ちょっとマナーにするのはちょっと忘れちゃいました。すいません。タイさん、ルカの 6-25、 しかし今聞いているあなた方に私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたの憎む者に善を行いなさい。まさにこれが愛です。これが愛です。これが戦略です。これが人生です。これが福音です。これが伝道なんです。皆さん、その、イエス様の教えの本質がここにあります。イエス様の教えの本質、それはあなたの敵を愛して、あなたを憎む者に善を行う。そこに神の栄光があるのです。そこに神の栄光があるんです。十字架はまさにそれを表しています。十字架を見てください。十字架は敵を愛している姿です。神を憎んでいる者に善を行っている姿です。十字架が模範です。十字架が模範です。私たちはそれを学んでいるんです。イエス・キリストを信じて、神の愛を、学んでるんです。そして皆さん、その神の愛のあり方、神の愛のあり方がとても尊いのです。悪に対して善を行う、悪に対して善を行う、それはとても尊いことなんですね。セシさん、人として扱わなくても良いということですか？そうではないのです。今言ったように敵を愛しなさいということですね。改宗を拒む人に対しても愛を示す必要があるのです。捕らえ人というのは、ね、誰でもということですね。誰でも愛を示す必要があるということです。そこに差別がいけないということですね。差別してはいけない。まさに神の愛こそ差別しないということですね。世の中の差別はまさに神の愛がないということです。神の愛がないから差別がある。神の愛がないから、その憎しみがある。神の愛がないから、あ、4番さんおはようございます。タマさんおはようございます。神の愛がないから問題が起きるんです。ぜひそのことを皆さん知ってください。神の愛こそ、神の愛こそ、その社会を良くする唯一の方法。ハナさんおはようございます。罪とは、皆さん、罪とは、愛がないこと、まあ、愛がないことが罪とも言えるでしょう。私たちは自分の過去を見るときに、皆さん、自分の過去、また自分の現在を見てください。愛がないと思いませんか？私も悔い改めます。自分の罪を悔い改めます。それは
愛がないということを悔い改めるんです、もっと優しい言葉、もっと優しい対応、私たちはその愛がないことをまず知る必要があります。愛がないということに気づくということは、罪を罪に気づくということです。そして私たちは、その悔い改めて、もっともっと愛のある言葉、愛のある心、相手がどうであれ、最近無条件っていう話をしました、無条件の愛、私たちは相手がどうであれ悪い人に対しても優しくする、悪い人に対しても益を図ってあげる、それが無条件の愛です。皆さんがそれを学んで実行してくださり始めているということは素晴らしいことです。皆さんは神の愛を学んでいて実行しようとして、失敗しても実行しようとしているところ、そこに素晴らしさがあるんです。猛火さん、イエス様は寛容な方です。大きな愛で包み込むことこそが神の愛だと思いました。罪を愛で、覆ってあげることがイエス様の愛だと学びました。猛火さん、その通りです。罪を愛で覆う、それが十字架です。それが神の愛です。リュービさん、殴り飛ばすことは暴力です。ユビさん、それが罪なんですね。その暴力が罪なんです。暴言暴力が罪です。それはまさに愛がないということですね。私たちはね、そういう暴力振られたくないですよね。そして暴言受けたくありません。誰でもです。チュータさん、離婚されて仕事も失いました。今は貯金600万しか残っていません。もう生きていけないです。大丈夫です、チュータさん、ね、イエス様を信じてください。イエス様を信じれば、大丈夫です。生きる意味が与えられます。失望してはいけません。大事なのは結婚や仕事やお金ではありません。イエス様を持ってるか持ってないか、イエス様を持ってるか持ってないか、それがとても大事なんですね。はい、明かしタイム行きましょう。イエス様を信じて、敵を愛せるようになった。悪い人を許せるようになった。敵を愛せるようになった。そこに、大きな、ブレイクスルーがあった証。大きなブレイクスルーがあった証。スタート。浮気はサタンの仕業ですか？浮気はサタンの仕業です。セシさん、それはですね、十字架の意味をまだ知らないからですね。十字架の意味を知らない。小百合ちゃん、禁煙できました。アメン。リュウビさん、イエス様を信じたのに50万円入りませんでした。聖書にですね、不純な動機では、叶えられないとありますから、リュウビさん、純粋な動機で祈ってみてください、不純な動機では与えられません。4番さん、おはようございます。みゆきさん、イエス様に仕えると羽生えますか？天国行ったら羽が与えられるようなことが書いてあります。皆さん、天国で羽を持って飛べるかもしれません。
ゆうびさん、純粋に乗ったね。ゆうびさん、純粋に乗りましたか？そのお金は何のためのお金ですか？天使になれるかも。私たちは天使以上の存在になります。私たちは神の子になれるんです。で、神の子は天使以上なんですね。天使よりも神の子の方の、存在は大きいのです。まあ、イエス様はですね、私たちは天使のようにもなるとも書いてありますね。天使になるわけではありません。天使のようになるということです。生活のため、そうですか、生活のためだったら、悪い時じゃありません。だとすれば悔い改めて祈ってみてください。モーカさん、敵を愛するようになりました。イエス様がいなければとても許せませんでした。許すことで罪の重荷が取れました。イエス様に感謝の日々です。アメン、アメン。許すことによって重荷が取れます。許さないと重いのです。許さないと重い。イエスキリストの名によって許すなら、重荷がなくなります。重荷がなくなります。手術したことありますか？親知らずを抜いたことがあります。親知らずを抜いたことがあります。しかし人の親知らずは、何百本か何千本か抜いてきました。飛行機さん、それは愛がありますか？飛行機さん、それは愛がないんじゃないでしょうか。愛がないことをするのをやめましょうね。ジャンクさん、イエス様を本当に信じた時から喜びが確実に多くなったよ。金、女、夢がなくても一応生きていますよ。やっぱり心の平安が一番大切だよ。兄弟姉妹の皆さん、イエス様を信じた方が得が多い時もあります。重荷というのは重い荷物のことね。重い荷物の人の親知らず抜くって、私はね、元歯医者で、何百本か何千本か親知らずを抜いてきました。マーゴさん、婚前交渉は禁じてます。婚前交渉を禁じてます。僕には愛しかありません。でも飛行機さん、その行為は愛じゃないんです。ね、その行為は愛じゃありません。私たちは、神の愛で、全て神の愛で歩まなければいけません。皆さん、何か困ったことがあったら、どっちが愛があるだろうか、どっちが愛を示すだろうか、そういう基準で物事を考えるといいかもしれません。ゆうさん、今まで生きている中で許すべき人を全て許すことができました。イエス様に感謝してこれからも祈り続けます。アメン、アメン。彦さん、ひどいことをした人を許すことができ、一生できそうもありません。大丈夫です。彦さん、自分の力ではできませんが、イエス様が許す心をくれます。彦さん、イエス様に向かってその人を許します、その人を許しますと、そういうならば許せるようになっていきます。自分の力ではできません。飛行機さん、それは愛ではありません。それは愛ではありません。神も愛も抽象すぎて具体的に説明できません。聖書にはですね、神の愛を具体的に書かれていますね。第一ヨハネ13
愛は寛容であり、愛は親切です。愛は、自慢しません。愛は人の悪を思わず。愛は、真理を喜び、不正を喜ばない、ね、具体的に愛について書かれてますよ。摂氏さん、それはキリスト教では禁じてますね。キリスト教ではそれは禁じてます。はい、それではですね、ファイナルメッセージいきましょう。ナマコさん、結婚内の、結婚して子供を設けることは全然罪でも何でもありません。結婚外での、男女交渉は、罪です。禁じられています。しかし結婚内の、ことは許されています。あ、おはようございます。おはようございます。踊りつかな。ゆうさん、許すことはキューちゃん牧師に教わりました。キューちゃん牧師に出会ってなかったらそれはできなかったと思います。キューちゃん牧師に感謝です。イエス様ですね。イエス様がゆうさんに、教えてくれたんです。セシさん、そのヨーロッパの人はクリスチャンかもしれません。でもその信仰のあるクリスチャンと単なるその家系によるクリスチャンという言いましょうか。例えば日本人が仏教っていうのも本当の仏教徒じゃなくて家系というか家の宗教だからですよね。欧米もそうですよ。欧米もクリスチャンって言いますけど、それは本当の信仰ではなくて家系の信仰だからですね。ポンさん、おはようございます。あれはね、ガビチョウですね。あれガビチョウですね。リアトツはですね、ぜひ連絡してから来てくださいね。連絡してからリアトツしてください。それではですね、ファイナルメッセージ。皆さん、私たちは大事なことを学んでます。大事なことを学んでます。何が大事か、何が大事か、私たちは、大事なことを求めています。タイさん、許せるどころか許されました。許せるどころか許されました。私たちは神の愛をと出会ったんです。イエス様を信じるというのは神の愛を知って、神の愛を知って私たちの心が開かれたから、神の愛を感じて心が開かれたからイエス様を信じたんです。私たちの心が開いたのは神の愛で開いたのです。私たちがイエス様を信じたのは十字架の神の愛、十字架の神の愛を感じて、誰かの愛、誰かの祈り、誰かの優しさ、私たちはそういう神の愛をに触れて、神の愛に触れて私たちの心が開いて、そしてイエス様を信じるようになりました。それはまさに神の愛の力です。そして今度は私たちが神の愛を持って生きる番です。私たちが、悪い人に対して、まだ神の愛を持ってない人、神の愛を持ってない人は、愛してくれませんね。でもそういう人たちに忍耐強く
愛していきます。ハナさん、連絡してから今日リアトツします。はい、私たちはその神の愛で生きることを求められて学んで、そして実行しています。ですから兄弟姉妹の人たちを励ましたいのです。皆さん、私たちは神の愛で心を開いてイエス様を信じたんですから、神の愛で生きようではないでしょうか。それが神様の御心です。そして神様はそこに神の力を表してくださいます。驚くべき奇跡が起きます。皆さん、人の心が開いて悔い改めることこそ、大きな奇跡はないと思いませんか。いろんな奇跡があるかもしれません。しかし人間の心が変わることほど本当の奇跡はないのではないでしょうか。桜井さん、おはようございます。ジャンクさん、キューちゃん牧師を通してイエス様の十字架の意味、罪の許し、イエス様の深い愛を教えられました。感謝です。桜井さん、実行が大事ですよね。その通りです。実行が大事です。まさに毎日が訓練です。毎日が訓練です。皆さん、なぜ毎日あるか分かりますか。なぜ私たちに毎日があるんでしょう。それは神の愛の訓練のための日々なんです。悪いことをするための日々ではありません。欲を求めるための日々ではありません。神の愛を訓練するための日々なんです。ぜひ人生の意味、人生の意味はそこにあるんだということです。私たちの人生の意味、それは、神の愛を実行するための日々だということです。ピリピ 2-1、 こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあるなら、アメン。私たちは、神の愛、私たちも神の愛で慰めを受けます。私たちも神の愛が必要です。しかし、桜井さん、茂原から配信しているのではありません。町田ですね、東京町田から配信しています。私たちも神の愛で人を励まし、人を慰めること、私たちも励まされる必要がありますが、私たちも人を神の愛で励ます必要があります。ぜひ今日誰かと皆さんお会いするかもしれません。その時励ましてあげてください。慰めてあげてください。良い人にも悪い人にも愛を示してください。そこに神の栄光があるんです。そこに神の栄光があります。桜井さん、神の愛情が欲しい。そうすれば、もし欲しいなら、まず、罪を悔い改めてイエス様を信じましょう。自分の罪を悔い改めてイエス様を信じるならば、神の愛が与えられます。神の愛が与えられます。やってみてください。今日の放送を見て、ああ、なんとなく分かってきた。本当に、人生の意味、人間がどうすればいいのか、どう生きればいいのかが分かってきた。今まで本当に愛がなかった。今まで愛のない言葉、愛のない心、愛のない行いをしてきた。ああ、間違ってたんだ。今までの人生間違ってたんだ。愛がなかったんだ。愛があると思っていたけど、本当はなかったんだ。自分のことばかり考えていたんだ。神の愛がなかった。これからは悔い改めて、そうではなくて、イエス様の教えに従って神の愛で生きていこう。神の愛で生きていこう。そのように決心する方、悔い改めて、ああ、
これからは、自己愛ではなく、神の愛で生きていこう、迫害されても、悪いことされても忍耐強く神の愛で生きていこう、人を許し、人を励まし、神の愛を求めていこう。そう思う方、アメン。アメン。これからは神の栄光を表すために、神の栄光を表すために神の愛で生きていこう。そのように決心する方、アメン。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 桜井さん、無料ですよ。洗礼はもちろん無料です。もちろん予約制です。アメン。ジャンクさん、もちろんアメン。ポンさん、アメン。ユービさん、アメン。アメン。天のお父様、感謝します。私たちは愛のないものでした。愛のないものでした。愛を知らないものでした。しかし、イエス様、私たちを選んでくださり、神の愛を知るものにされたことを本当に感謝します。あなたはすべての人を愛していますが、あなたを知っている人はわずかなのです。私たちは知ることが許されました。そして、今度はあなたの弟子になり、あなたと同じように、あなたと同じように、神の愛で生きるものとされたことを本当に感謝します。どうぞ、イエス様、この特権、この恵み、私たちが、よく学んで、イエス様の教えをよく学んで、イエス様のように神の愛で生きていけるように助けてください。今、アーメンと言った方々が、そのように神の愛で生きることができますように。まず、憎んでる人を許し、嫌いな人を許し、心から悔い改めて、これから、愛を持つんだ、神の愛を持って歩もうという決心がつきますように、そして、忍耐しますように、なかなか、相手は、心を開いてくれないかもしれない、なかなか、変わらないかもしれない、しかしそこに忍耐を与えてください。忍耐強く愛し続けることができますように。忍耐の愛を与えてください。そしてそこに奇跡が起きますように。そこに驚くべき栄光がありますように。人々が変わっていきますように。人々が心を開いて、驚くべき神の国が来ますように。皆が崇められますように。アメンといった方々を、日本のリバイバルに用いてください。日本のリバイバルに用いて、日本が変わりますように。神の愛で変わりますように。神の愛で日本が変わり、世界が変わりますように。彼らを用いてください。イエス様、お願いします。それがあなたの御心です。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。桜井さん、インマニュエル。それはイエス様の名前ですね。イエス様がインマニュエルっていう名前ですね。それじゃあ皆さん、今日ね、神の愛の一日、神の愛を実行する一日としてください。また夜7時にお会いしましょう。良い一日を。シャローム、シャローム、シャローム。ありがとうございました。